エルンスト・シュルツは、デンマークの陸上競技選手。1900年パリオリンピックの銅メダリストである。バイレ・ケン・ホーセンス出身。会計士として働きながら、クラブに所属し陸上競技を行っていた。1896年から1900年にかけて、デンマーク選手権に出場し、1898年には150メートル走で3位。 1899年には同種目でデンマークチャンピオンに輝いている。1900年パリオリンピックでは400メートルにのみ出場した。15人がエントリーした。この種目のうち8人がアメリカの選手であった。3組あった予選のうちシュルツのいた組にはアメリカ選手はウィリアム・モロニー1人だけであった。シュルツはモロニーに次いで2位で。 決勝進出を決めた。決勝に進出した6人のうち5人がアメリカの選手で、それ以外の国の選手はシュルツ1人であった。7月15日に行われる決勝は日曜日に行われた。アメリカの選手は日曜日は安息日のため競技をすることが難しく、400メートルの決勝でも6人のうちモロニー、ティクソン・ボードマン、ハリー・リーの3人が競技を棄権した。 三人で決勝は行われ、落勝したアメリカの2選手に次いで、シュルツは最下位であったが3位となり、メダルを獲得した。その後、1902年のデンマーク選手権の100メートルで3位という記録を残している。1906年にロスキレフィオルドで事故に遭い、27歳で死去した。ありがとうございます。